長崎県は今まで16例のコロナウイルス感染者が報告されていますが、今後は夏ごろに向けてピークを迎え、感染は長期間続くと考えています。長崎県の感染はほとんどが感染流行地域からの持ち込みであります。近隣では福岡県からの持ち込みの事例が多いようです。ここの遮断ができないと増加していくでしょう。大学ではどうしても実習や実験が必要ですが、これをどこまで継続できるか際どいところです。そのためには教員にはしっかりと学生と自分を守るために危機感を持って環境整備を行う責任があります。また学生はもとより教員も自分が感染源になる可能性と感染する可能性の自覚を持って対応してください。3密を避けるために実験実習の場所の十分な換気、隣人との間隔を2メーター空ける、マスクの着用、頻繁な正しい手洗いを必ず守ってください。そして体調管理、自分の行動記録、誰といつ会ったかなどをつけてください。これは感染者が出た場合の感染経路の解析、ひいてはクラスターの解析などに必須となります。いつ東京のように大学が閉鎖されるか分かりません。本学の感染の発生をできるだけ避けて遅らせることができるように願っています。そうすると飛沫感染を防ぐにはどうしたらいいのか、咳チケットをしましょうって書いてあるんですね。この人何してるかというと、くしゃみがですね、しぶきが飛ばないように、肘で覆ってるんですね。肘で覆ってます。これ進撃の咳エチケットと言いますけども、咳くしゃみをすると好きなものを選びなさい。それで口とか鼻を覆いましょう。マスクをつけて口とか鼻を覆いましょう。ティッシュ、ハンカチで口鼻を覆いましょう。まあ、この3つがですね、咳エチケットといって、しぶき、飛沫を飛ばせないための有効な手段ですよ、方法ですよと言っているわけです。例えばマスク使いますよね。くしゃみをしている人とか咳が出る人がマスクをすると、このマスクをこのウイルスが通り越えてこないので人にうつしづらくなるということはこれでわかると思います。そして咳エチケット、先ほど言いましたね、マスクを使ったりティッシュ、ハンカチを使ったり袖で覆うということなんですけど、やってはいけないことがあります。それがこれです。つまり手でですね、押さえるということはやめましょう。あるいは何もしないで咳やくしゃみをするのはやめましょうということです。でもちろんこのね、何もせずに咳やくしゃみをするのは良くないよねというのを皆さん分かると思うんですけども、なんで手でやってはダメなのかということなんですけども、手でやるとですね、手にウイルスがくっついてしまうので接触を起こしてしまうんですね。なので、そういった形でですね、咳やくしゃみを手で押さえてはいけませんよとこの咳エチケットが言われています。でこのマスクですけれども、飛沫から鼻と口を守る機能があります。つまりここにマスクがありますから、こう飛んできても入ってこないですね、体の中に。もう一つ、インフルエンザ到来マスクは正しくつけようとありますけれども、先ほど言いました、このウイルスは口とか鼻から入っていきます。皆さん時々こういう人を見かけますよね。この方はお医者さんですけれども、顎にマスクをつけたりして、口と鼻が覆われている、こういうやり方はせっかくマスクつけてますけれども有効に使えてません。必ずですね、鼻と口を押さえるということを隠すということが大事です。で接触感染ですね、先ほど言いました、こうやって手についたものから鼻と口に行きますということなんですけれども、これを防ぐにはもう一つしかないですね。手を洗うことです。手を洗うことが一番重要になっています。しかしですね、手を洗うといっても正しい手の洗い方というのがあるんですね。ここにですね、 6個書いてあります。これを今日ぜひ覚えてほしいんです。まず石鹸で、手のひらをですね、よくこすります。次に手の甲ですね、手の甲を伸ばすようにこすります。指先、爪の間を手のひらでこすりつけて洗います。指の間も洗います。そして忘れがちなのがここですね。親指ですね。親指忘れがちです。親指をぐるぐるとねじり洗いします。
そして最後に手首も洗うということで、この6ポイントをですね、覚えてしっかりと手を洗ってください。最後にですね、今から学校に行きます。この3つをですね、ぜひ守ってほしいんですね。登校する前に熱を測って風邪をひいていないか確認してください。これ一番大事です。具合が悪いときは学校休まないといけません。手洗いとか先ほど言った咳エチケット、これをしっかり身につけましょう。習慣にしましょう。そしてですね、これは、このコロナウイルスに限らずですね、規則正しい生活をすることでいろいろな病気を防げます。規則正しい生活って何かというと、よく寝ること、適度な運動をすること、そしてご飯をですね、しっかりバランスよく食べることです。この3つ、大きな3つを守ってですね、楽しい学校生活を送ってください。以上になります。はい、じゃあよろしくお願いします。今からマスクの正しいつけ方をしてみたいと思います。じゃあ見ておいてください。まずマスクがあったら、この置いてあるマスクは綺麗なマスクなので、汚い手で触らないようにしてください。このマスクを取る前に手洗いをしたり、こういった手指消毒をしっかりしてもらって、このマスクを取るようにしてください。そしてマスクを取ったら、これマスク上と下があります。針金がついている方が上です。そして裏表があります。このマスクに裏表ってもし書いてあるようだったら、その裏表の形に従ってください。もし何も書いてなかったら、このひだひだ山折りがこう下になるような形でが外側に持っていってください。そしてこのマスクつけるときは紐を持って、まずこちらつけます。そしてまず上と下に広げてください。顎までしっかりつけます。そしてこの鼻の部分はしっかり押して、鼻の形にマスクの形を合わせてください。これで大丈夫です。マスクをつけている間はこの表面がものすごく汚れてしまうので、マスクの表面はなるべく触らないようにしてください。そしたら次にマスクの外し方をしていきます。マスクを外すときは、マスクをつけている間にこのマスクの表面はものすごく汚れている、バイ菌がいっぱいついているので、マスク触るときは紐を持ちます。直接ここを触らないようにしてください。紐を持って外します。そしてこのままこれをいろんなところに置くと、そこにバイ菌がいっぱいついてしまうので、このままゴミ箱にポイと捨ててください。そしてこの捨てた後にできたら手洗いをしっかりしてもらって、消毒薬があれば消毒薬、手をきれいにしておしまいになります。以上です。皆さんが咳が出るとかくしゃみが出るときにですね、咳エチケットをやりましょうという話をしました。いわゆるここから出るですね、ハクシュンってしたときのくしゃみのしぶきがですね、人に行かないようにこういったマスクをつける、これ分かりやすいですよね。そしたらここから飛んでいかないんですけども、マスク必ずしもないので、ないときはこういうハンカチで置いて、ハクシュンこういうふうにするんですね。そうするとしぶきが飛ばないから、人に感染させないということになります。そして最もですね、このマスクもハンカチもない場合どうしますか、どうしますかというと、こうやってやるんです。ハクシュンってこういうふうにするんですね。こういうふうに袖、肘の袖のところでこうやって覆うこと。ここもちょっと汚くなりますけども、少なくともこれで人にですね、しぶきを飛ばせないということになります。これがですね、咳エチケットです。で、咳エチケットで絶対にやってはいけないこと、これはですね、手でこうやって覆うことです。何もなければついこうやってしまいますよね。で、できるだけこういうことをしないようにしてほしいんですが、まあ、仕方なくもこうやっちゃうというときはですね、こういったアルコール手指衛生剤があればすぐに手を洗うんですね。で、こういったものがなければ石鹸で手を洗うということで、この手についたしぶき、ばい菌をですね、
あちこちにつけないようにそういった工夫をする必要があります。いいですか。咳エチケットっていうのはしぶきを飛ばせないためのマナーですね。手を使わないでくださいというのが大事なポイントです。それでは正しい手の洗い方を見てみましょう。まず流水でよく手を濡らした後ですね、十分に石鹸を取ります。で、手のひらをよくこすります。次に手の甲を伸ばすようにこすります。両方ですね。そして指先、爪の間を念入りにこすります。右も左も同じようにやってください。そして指の間を洗っていきます。よく洗ってください。次に親指と手のひらをねじり洗います。親指ですね、ここよく汚れてます。で、最後に手首もしっかり洗ってください。右も左も洗います。洗い終わったら十分に水で流し泡を流します。で、最後はペーパータオルかあるいはこういったハンカチで、よく拭き取って手を乾かします。